日本東京都府中市、押立町、押立町は、東京都府中市の地名。現行行政町名は、押立町1丁目から押立町5丁目。郵便番号は183-0012。府中市東部に位置する。西から時計回りに、小柳町、白糸台、調布市飛田急並びに上石原及び、稲城市、押立、東長沼に隣接し、南には、 玉川が流れている。平地であるが標高が低くもとは玉川の氾濫地であり、北側の東西に走る玉川の侵食によってできた断崖下に位置する。住宅地の地価は2016年1月1日の工事地価によれば、押立町2丁目23番40外の地点で25万2000円平方メートルとなっている。 1889年の町村制施行から府中市発足までは北多摩郡多摩村に属していた区域にあたる。1954年4月1日に府中市成立により府中市の一部となり、1963年に府中市大技を仕立て、車返し、上染め屋、下染め屋、小田文、常久の各一部から成立した。町名は地名変更前に、 主に地内を占めていた王あざ名、へ、押し立てを継承した。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。